熱々の米に好みの食材を包み込む日本の国民食、おにぎり。コロナ禍を経て今、おにぎり専門店が関西でも急増している。今僕はずっとおにぎり戦国時代だと思ってるので、家で握るかコンビニで買うか、二択だったおにぎりが今進化を遂げている。なぜ人々はおにぎりに魅了されるのか。おいしかったです。なぜおにぎり専門店が急増しているのか、その理由と背景を撃墜した。滋賀県大津市の商店街にあるおにぎり専門店、4年半前にオープンしたにもかかわらず、平日のお昼時は常に満席状態、休日は2時間待ちの人気ぶりだ。定番の鮭が入ったものから、豪華な食材が使われたごちそうおにぎりまで、およそ40種類のおにぎりを楽しむことができる。実はこの店、東京の人気店で修行した関西唯一の弟子が握るおにぎり専門店。究極触って握りたくないぐらいのほんまになるべく少ない回数で握ることによってふわふわにつなげていく。触る回数が増えるとどうしても空気っていうのは圧縮されるんで、ふわふわを皆さん求めて食ってくださるので。粒が大きい滋賀県甲賀市のカフカ米を使用し、関西風の味付けや品質にこだわった具材をふんだんに使っているのがポイントだ。甘辛く煮たそぼろと卵黄が口の中いっぱいに広がります。お米も一粒一粒が粒立っています。お味は？めっちゃ美味しい。柔らかくてもうすごいです。最高です。自分で作ったのとはもう全然レベルが違いますね具材もお米もすごい美味しい感じですね。もうこれだけボリュームがあれば特に気にならないかなと思います。価格は360円から500円台のものが主流で、おにぎりにしてはちょっとお高め。家で握ったりコンビニで購入したりすることが一般的だったおにぎり。めっちゃ美味しい。うん、最高やな。価格が高くてもなぜおにぎりが人気を集めているのか。コロナ禍、そのタイミングで皆さん夜外食ができなくなったりすることで、あのコンビニエンスストアさんとかスーパーさんが、まあ、割とこぞってごちそう系のおにぎりみたいなのを出されたりとかしました。今まで100円台だったものが、あ、おにぎり200円でも美味しいじゃん、300円でも美味しいじゃんっていう人も出始めますと。あ、じゃあちょっと専門店のおにぎりも食べてみようかな、美味しいじゃないかっていう風になってくることで、おにぎり専門店に対する興味というのが非常に増えてきました。そうした中、おにぎりで新たなビジネスを始める人が増えているという。明太クリームチーズやスパム卵など、およそ20種類のおにぎりを揃える専門店。実はこの店では専門店を経営するだけではなく、フランチャイズで開業する人の支援も行っている。今月、愛知県から研修に訪れていた一人の男性。この高さに押し込めるというよりは、はい、滑らかにしていただいて、はい、最後に鰹節をまとわせる感じですね。こういう感じですね。そうですね。はい、で最後の仕上げはごまになります。はい、去年12月、開業を決断した大橋さん、45歳。年内に神戸市での出店が決まっている。初めてなのでめっちゃ緊張してます。形ちゃんとしっかりきれいにしながらふわっとするのは難しいかなって、大橋さんは以前はイタリア料理店や中華料理店で調理を担当していた。なぜおにぎり専門店を選んだのか。
今までこうブームになったものと違って、もともと日本の食事の中心にあったものだから、さブームっていうのは短くなっちゃうけど、商品としてはやっぱすごく息が長いかなっていうのはちょっと思ってるんで、やっぱおにぎりはいいかなと思いました。グルナビ総研によると、おにぎり専門店の去年の新規出店数は前の年のおよそ 1.5 倍に急増した。飲食店ってすごいブームがあって、例えば今までだったらタピオカ屋さん、あるいは高級食パン屋さん、唐揚げ屋さん、最近だったらこういうものがブームになっては過ぎ去っていってっていうことを繰り返すのが飲食業だったんですね。おにぎり屋さんってもう10年経っても20年経ってもどんなエリアでもどんな人にも愛される食べ物だと思うんですね。そういう意味では一時のブームっていう、そういうものではないと思ってるんです。基本的にとても安定性、継続性っていうのはあるんじゃないかなと思ってます。出店が相次ぐ専門店は新規開業だけではない。近年他の業種からの参入も相次いでいる。取材班が訪れたのは観光客でにぎわう京都八坂神社から徒歩数分の場所にある老舗漬物店。長年京漬物といった漬物のみを販売してきたこの店でも、今年3月おにぎり業界への参入を決めた。自分のところで作ってるお漬物だからこそできる。京都に訪れる外国人に向けて、これまでパンに漬物を挟んだり茶漬けにするなど試行錯誤を重ねたものの、売り上げは伸びなかったが、これだけ京都にインバウンドが来てると言われながらも、全然外国人の方が買っていただけないというか、少しずつ業態変えながらで、今おにぎりが一番ハマってるような状態ですね。漬物入りのおにぎりは食べ歩きができるため、少しずつ評判が広がり、売り上げも2倍ほどに伸びた。今は客の6割ほどが外国人だ。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちに。香港のおにぎりは冷たいけど、日本のは温かいです。新鮮な感じがします。ないですね、こういうの。とても美味しいです。塩味があるけど、しょっぱくもない。食感もいいです。おいしかったです。外国人観光客にも支持されるおにぎり。日本を飛び出し、世界各国で浸透し始めている。長い行列ができていたのが、フランス・パリにある日本のおにぎり専門店。魚おにぎり2個と味噌汁を買いました。週1で通っています。今日は6個おにぎり買いました。明日出かけるので、持ち運びやすいおにぎりはランチにぴったりです。パスタやバゲットの文化が主流であったフランス。しかし日本の米の美味しさが伝わり、数年前からスーパーに並ぶなど、フランスの食文化に定着しつつあるのだ。現地で人気のパリおにぎりとは、ラム肉を香草焼きにして作るおにぎりや、ツナを柑橘とバジルで和えたさっぱりとしたおにぎり、さらにグリルしたカリフラワーにピーナッツチリソースを絡めたものまで、フランス人に合わせて進化している。あ、美味しいですね。カリフラワーの歯ごたえがすごい良くて、ピーナッツチリソースの甘辛さと合っています。ただ海外でもおにぎり人気が高まる一方で、食の多様化によって国内での1人当たりの米の消費量は1962年以降減少を続け、ピーク時に比べ半分以下となっている。米の国内市場が縮小傾向である中、関西から新たな国へ打って出ておにぎりで勝負をかける企業も。
それは大阪のお好み焼き店ボテジュ。創業78年を迎え、2016年からは海外事業にも力を入れている。実はフィリピンに111店舗と日本より多くの店を構えている。フィリピンでは日本の4倍実はお米を食べるんですね。その中でやっぱ日本の本物のお米というものを紹介するということも我々の一つのミッションとして捉えております。粉物ではなく米、中でも片手で食べやすいことからおにぎりに目をつけた。日本のご飯とお米と違ってですね、要はパサパサだったり、日本のお米という味をしっかり現地の人に伝えることが日本の日本食レストランとしての、まあ、使命と。今年7月からフィリピンで販売する予定のおにぎりを試作中だ。米は日本米から選んで輸出し、フィリピンの人に好まれる食材を選ぶ。馴染みのない海苔は取り外しができるよう軽く巻くのがこだわりだ。夢は？あとはコンビニエンスストアだったりとか、そういうところで広まっていくっていうものまでこう消化させていけたらなというふうには思ってます、はい、近い将来にコンビニに並んでるおにぎりがセブンイレブンとかではなくボテジュって書かれている可能性。夢ですね。日本で再び注目され、海外でも認められつつあるおにぎり、その裾野はまだまだ広がりそうだ。ラーメン屋さんとかパン屋さんの併用率ってすごい高いんですよね。それはやっぱり小麦の原料の問題があったりとかもあると思うので、そういう意味で要は原料が安定してるってことは価格が安定しやすい、計算しやすい。焼肉とかとも違って朝ごはんにもなるし昼ごはんにもなるし夜でも食べる人いるんですよ。1日3回も4回もニーズがあるっていうのがまず大きく違うところ。低価格帯のおにぎりも出せれば高価格帯のおにぎりも出せるということは、例えばお客さんのお財布事情に全部合わせられるんですよね。今僕はずっとおにぎり戦国時代だと思ってるので。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットです。